fight! Ready for the next battle. Round one. Fight! K.O. Round two. Fight! あ、これ聞こえてる？嘘。オッケー。もう始まってる？K.O. Round 3. Fight! ああ、いいんじゃない？それで。すいません、ちょっと今進行上でトラブルがありまして、調整中です。関西の方は始まってると思うんですけど、ちょっとこっちの方がですね、ちょいちょい遅れておりまして、あ、お疲れ。嘘、関西弁やめてよ。あ、関西はもう遅らせる。ちょっと伸び、全然さ、あの、おごられくんの時のままのさ設定で全然用意できてないから、ちょっと喋ってみて。お疲れ様です。あのね、もうぶっちゃけだしね、昨日の今日で体は来てるね。とりあえずね、今から準備をして人数が集まり次第始めていこうと思ってるのでね、もう少々お待ちください。関西はもう今始めてるのが20人ぐらいいるってよ。あ、そうなんだ。日清マコリューとかは確かあっちいるって言ってたんで。Get ready for the next battle. ちょっと待っててください。無駄だ。ノリオハイ終わった。いや、もうノリオハイ終わりが多分いつかわかんないんで、もうね、準備でき次第始めていこうと思ってます。
両杯でも今結構なメンバーが勝ち上がってるって言ってたけど、うん、誰か情報知ってる方いますか？何チームいたんだろうね。まずこっちは聞こえてるかな？あ。ありがとう。オッケー。なんかこれ今日気持ち暗いな。確かにね。照明なの。スカイプのやつはやってみるんですか今日。あ、やってるんだ。了解です、了解です。こんばんは。ちょっと今調整中。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。Get ready for the next battle.どうでした今回の大阪旅行は。いやーめちゃくちゃ楽しかった。いつも通り。やっぱ終わった後みんなに飯でも行った。いやね、一生団員戦。嘘。うん、西君誰かでやった。マコリューとやった。あもうね、初め西君超おせおせムードだったんだけど、後半に行くにつれバレてきてる全てが。最終的にはボコボコにされたけどね。西君も大阪勢みんなと仲良くなって、ね、本当に来てよかったって言ってたんだよ。おだからさ、よくさ、なんだっけ、スポラン行くとさ、なんか西君の後ろはさ、ピーちゃんいたりさ、うん、なんかノブさんがいてさ、なんか喋ったりとかしてるじゃないですか。それがなんか今回はマコリューとやってる時には下地さんとメントリューとブリさんとかが西君の後ろにいてしびってた。なんでだよ。いやだからもう逆だろ。緊張しすぎて。こっち待たせてるんですよ。バンチョーとなんかスカイプで話してもう6時くらいよく撮ってるから多分スタークで見てる。私たちはもう全部準備ができて今待ってる状態だから、リーグができ次第報告したら同時に始めるらしいんで。なるほど。まあでもさ、同時じゃない方がいいんじゃねえかな。こっち先に見てみたいなこともできるしね。頭いい。ちょっとまあじゃあ佐野さんに言ってきます。ねえあるさ、これさ調節してくんない？ここに落ちるように、パソコンに落ちるように。いやこの前に乗っちゃった方がいいよ。あ、疲れた。
はもうこっち行ってるよ。パソコンに落ちるとちょうどいい感じだから。あ、そうレールごとガって移動しちゃえばいいじゃん。Get ready for the next battle. 違う、パソコンに光を落とせってことだよ。プレッシャーかけられてるもんだよ。パソコンに落ちるよ。そういうことじゃない。パソコンのところに光を落としてってことだ。ちょうどいいってことね。照明がパソコンに落ちることは心配してないよ。はい、すいません。今から僕が集めちゃいましょうか。よし、一段落。大工さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 Get ready for the next battle.よし、一段落しました。いや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 、こちらこそありがとうございます。こっちも大戦やってるとこはあるんだけどね、配信筐体じゃないんだよね。そんな時はね、来週スガモいつ言います？ちょっとわからないけど、来週ってなんか脅威部ありましたっけ。来週ね、30日はいると思う。お、ほらまさか。え、緊急事態。全然繋いでないわ。あれ、
あのこのパソコンをちょっとこの前おごられくの配信で持ち出したんですけど、今なんか画面が暗いなってずっと思ってて、原因探してたら電源に繋がれてなかったという、で残り時間が忘れてバッテリーの、報告情報をお知らせします。ストフェス楽しかった、アイラブリーに何のことだい、報告が入りました。モバマスの課金のゲーセンに行けないさんです。いつもありこれこれです、いつもありがとうございます。いや本当にいつもすいませんね、いつかアーケードでお会いしたらリリーのスペシャルネタを教えてあげましょう。おい、純の声、純の声怖えよ、顔。このエンディングってよくよく考えるとやっぱり狂気じみてるよ。ペコスいないっすね、こっち多分行徳の方にいるでしょう。ユウさん、キングスフィールドやろうよって、それ需要が少なすぎると思うんですけど、いいですかやって。あ、これか、オッケー、明るくなった、 PC が。宗之助さん大会ナウありがとうございます。ありがとう、ありがとう。30日行く予定です。いや、今日は終わりじゃないです、むしろこれからです。ゲームオーバー。この広告に応えるためにも今日はこの枠を途切れさせない、そう思って今日はウェブマネーを。仕入れてきたんだよ、ほらやほら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 、買ってもらったんだよナムコに。公認特権ですね。いつも皆さんお忘れかもしれないですけどって僕が言ったんですよ。日々の大会や総合大会に予約したり延長したり、盛り上がった時に延長したりしてるの自腹なんですよって言って、今回ちょっと買ってもらいました。いや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 、大阪の方どうなってんだろう、俺もちょっと覗いてみようかな。あ、いいや、めんどくせえ。延長も自動延長してるよ。あと3人見して。お前今日顔汚ねえの、顔汚ねえの今日。眉毛もねえし、ひげも、眉毛とひげの長さが同じぐらいなんだけどお前新しいね。もう帰ってきて朝一でさ準備して、こっち来たんですよ。何時に帰ってきたのこっち。新幹線だったんで、でも3時半ぐらいに、あ、3時ぐらいに到着して、そこから巣鴨向かってって感じです。キャモメがカレー吸って上がる、そうキャモメ VS カレー流しながらシモンと番長がワイワイ。あれこっちでやってくんねえの。何よ、あの熱い団員戦。あ、ねえ、できたらやってもらいたいんだけど。すごい珍しいカードじゃん。
今日はね、日野さんも応援に来てらっしゃいます。はい、あと3人かいるんじゃない。皆さんにお見せしますよ、眉毛とひげの長さが一緒な奇妙摩訶不思議な顔。眉毛とひげがね、同じ長さっていうすごい珍しい状態ですね。そうですね、伸びほど眉毛剃られてる人はいないんじゃないですか。眉毛生えてくるモニターとかの人ぐらいしかいなくないかな。誰かいねえかな、暇なそうなやつ。本日はノリオハイもあってですね、参加人数がちょっと寂しいですね、まあ、正直なところ。なのでトップの人たちは今日みんなノリオハイ行っちゃってる感じですかね。そうですね、その通りなんですよ。まあ想定内なんですけどね。広告情報をお知らせします。オーズのコスプレしてたら写真いっぱい撮られました。モバマスの課金でゲーセンに行けないさんです。毎度モバマスさん今日もう何にもしてない、雑談すらしてない。この枠でもう700、800円使ってるから飛ばしてきてる。ありがとうございます。オーズで馬券、オーズ、オーズね。ねえ、マムシって何ネタなの？マムシ、マムシって最近聞くんだけど、何ネタなの？いや、ネタじゃないです、これなんかマムシあるんだけど。水曜日の、なんだ、番長 VS 日野さんの時に、うん、負けたらマムシっていうのがあって。嘘。これ最悪だよ。負けたらマムシ？うん。マムシをかじった。かじったの？うん。誰が？食べた。誰が？俺、番長、キッド、日野さん。どうだった？いや、寝れなかったよ、その日。本当に体が熱くなって。これってどういう風に食べるもんなの？いや、本当は水に浸してなんかその飲んだりとかするやつなんだけど、エキスをそう、もう直で食ったけど骨が硬いし、なんかうんこみてえな風味なんだよ。本当に嘘抜きで直で食ったの。あ、レーザーのヘッドホンしてる人がいる。え、本当？あ、また来たんだ、前来てくれた人。あ、そうなんだ。刻んだね、細かくしたりするんだ。確かに、ね、うんこみたいな味って。ノビの声は直で入ってます？それとも入ってないですか？今の
渋そうな顔してきたよ。入ってない、了解です。キモいキモい、グロ画像。頼りない運営だな。あと2人だ、ノルマ。何時まで？2時間。9時ぐらいに終わる。いや、東西戦は早いよ、マジで終わんの、ね、予選は。まあね、かぶっちゃったからね、大イベントが。なんか後でね、キッドたちとかもう終わったら巣鴨来るって言ってたんですけど、まあ来るだろう、まあ、いつになるか分かんないんでね。まあどれだけ勝ち進むかにもよるもんね。そうそうそう、あっちはさ、逆に人がいすぎて第2戦ができないらしくて、対戦とかは、うん、あんまセット数が多くないもんね、うん。あと2人ぐらい集まったらこっちは開始しようと思ってます、はい、今ね、もう我が同胞のエイドリニアさんに勧誘を頼んでて、多分集まると思います。でそろそろあれだよね、なんすか。いや関西放送見たいんだけどね。あ、本戦いつですかと。本戦はいつですか。本戦は4月14日ですね。4月14日、はい、に西がまたこっちに来ます。あ、今度はまた来るんですか。今日はですね、関西放送の方とスカイプで、はい、やり取りしながら進めていこうと思っている次第でございます。誰もいない。よくやった。もうコウスケでいいよ。うん、コウスケ行こう。日野さん日野って出ますか。はい、あと2人なんですよ。コウスケと日野って入れどうすか。よし、もうどうにもないんでね、最終手段でいきましょう。いや、俺は誰にでも言いますよ、あいつ殺す、あいつ殺す、はい、番長、番長にも言います。コウスケは普通に今日今働いてる。あ、じゃあ大丈夫だ、オッケー。コウスケ大丈夫だ。あーあー、人が増えた、はい、ありがとうございます。オッケーです、これでやろう。こちらも決まりました。じゃあもう番長にね、今から報告してくるので。いや、いや報告するならもうこれ使ってよ、はい、どうせだって、ね、俺頑張って家から持ってきたんだよ、はい、耳つけた。そうそう、何にも聞こえない。すごいよ。いや、こっちの声聞こえなくていいから、喋るときにこれをなんかこれこうやってやって喋って、はい、ダブルで。ああ、あ、いきます。多分さ、あっちの音うるさかったら耳壊れるよ。うん。
あれおや？今からこちらでやりますので、じゃあそれが終わり次第呼びます。
オツです、こんばんは。ちょっと待ってね。あ、調子悪いね。いいや、とりあえずそれは。ちょっと1分席外します。今ね、あのくじ引きとかやってるんで、あ、こちらです。もう少々お待ちください。ね、もう少々お待ちくださいね。大阪の方の、じゃあちょっとそっちも見てみようかな。こっちの方も出てるね。あ、今何、これは対戦してるのかな。普通にのじ合い中かね。そうだね、台に近いし多分のじ合い中だよね。あれ、カレーが勝ってる。あ、そうなんだ、そうなんだ、はいはいはい。あ、すいません、広告ありがとうございます。もう少々ね、お待ちください。
もう少々だけお待ちください。今ね、現在くじ引きをやっていますので、もう少々だけお待ちください。ねえ、みんな待たして本当にすいません、申し訳ないです。皆さんすいません、もうちょっと待ってね。鉄拳のた、あ、あのね、鉄拳のはね、必ずしも、ほぼ必ず大会とかでも遅れるやつはいる。もうね、鉄拳って時間通りにやるっていうイメージないでしょ。本当にそんな感じなんですよ。鉄拳はどうやっても遅れちゃう。やっぱ。みんな遅いんだよ、くんの。そうそうそう。起きんのも遅いしね。いやね、今日ね、歌ってとか元気ねえよ、そんな。やめろやめろ、今日は。ね、まあこれからね、とりあえず東大戦の予選始めていこうと思うんでね。今現在でね、強いプレイヤーは、竹西くん、シャナ、ラティン、ハルスケ、ユウさんとかですね。おそらくね、その本命らへんが大会で入ってくると思います。まだわかんないです、でも。責任取ってもうね、顔に落書きされたわ、もうボロボロよ。ペコスたちはね、今日ノリオハイ行ってると思います。かぶっちゃったんですよね。ショちゃんも今日来てないですね。皆さん多分ノリオハイの方行っちゃってて、それが終わり次第こっち向かってるみたいな感じらしいんですけど、何時になるかわかんないよね。今日はキング出てないです。そうそうそう、勝ってれば来れないし、負けてたらすぐ来るみたいな感じ。今予選、今から始めたいと思います。ちょっと今ね、現在くじ引きしてもらってるので、それを終わってから配信しようと思ってるんですけど、もう少々お待ちください。昨日の配信見て思ったんやけど、お、本当ですか、マジでちょいちょい成長してんのかな。よかったよかった、それはありがとうございます。よかったね。まあ全く喋れない人間だったからね、元は。ありがとうございます。そうだよ、だって俺はよく番長組でとか言っても、あ、何、その周りの見てる人たちの顔を見て喋ったりすることができなかったからね。本当にそこを考えたらね、成長はしたと自分でも思ってます。ありがとうございます。いやね、滑舌悪くないんだけどね、あのね、あれなんだよ、声がでけんだよ、やたらと。家帰ってちょっとね、見てみたりするけどね、恥ずかしいわ。自分で見るとね、こんな気持ち悪い声してんだと思うぐらい恥ずかしい。ね、いや、まあ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 、そう言ってもらえるとありがたいんですけどね。今度講習受けたい、もちろんお待ちしてます。
できればね、金曜日曜日がね講習はや多分、うん、予約取んないでも行けるんで、できればそこら辺でお願いします。バンドからもらったパソコンはねまだ今一応家に置いてますよ。はい、会いに行きたかったけど寝坊しました。じゃあ次また大阪行くんでね来てください。その時はお願いします。あと5分ぐらいで始められるみたいな、はい、あとじゃあ5分で番長にもじゃあ言っときます。OK です。もう残りあと5分近くで始められると思うんでね、お待たせしました。もう少々お待ちください。あの後、第2戦どうなった？あの後ね、白熱するね、西君はね、あのみんなが見てるとこじゃボコボコにされたけど、あの後巻き返したんだよね、マコ流戦は。ただね、あの、3時間ぐらいやって、最終的に対策されて負けたぐらいな感じです、でも。今ねちょっとお暇なんで、じゃあねユウさん対西君がね今なんか対戦されてするらしいんで、そちらを流しつつ待ちましょう。アップだよアップ。ノリオハイ分かんないです、配信あるんですかね、どうなんですかね。ライバーRound one. Fight. 誰と誰、1P 側が西、あ、ユウさん、2P 側が西くんです。のみが無敗なら 1000P です。 OK OK、 そういうこと言ってくれるんだったら頑張るよ。わかりました、ありがとうございます。ノーカード、今ねノーカードでやってますね。あのね、西君の弱点はね壁際が弱い、とにかく壁から抜けられない。よし、じゃあチーム決まりましたので、皆様にじゃあ報告したいと思います。えげつね、 A チーム A ブロックが俺トワッチモグタン、B ブロックがトシマンボウ、エイドリニアとユウ、 C ブロックがラティヒノピツブミ、 D ブロックがクオリティハレスケタケ、 E ブロックがカズン、ニシ君、シャナです。まあね、いい感じの分配なんだけどね、はい、お疲れ様です。はい、決まりました。一応こちらこれで決まってるのでね、もうそろそろ始めたいと思います。
上位2名が勝ち上がり、上位2名が1位2位が勝ち上がり で決勝が K1 方式で多分やっていくと思うので、ね、大変ながらこうお待たせいたしました。今からじゃあ始めていきたいと思います。ラウンド4ファイト。まあ、ラティン、ヒノピー、つぶみってね、いいチェック。つぶみくんもね、かなり若いプレイヤーで、今、100個ぐらいなんですけどね。ヒノピーはまだ始めたてなんでね。まあ、おそらく惨殺劇は見れると思います。そういや、西くんシャナね、結構見どころだよね。そこはね、俺も楽しみです。どっちが勝つか分かんないんでね、誰と誰がやってる。今現在はワンピーガイ、ユーさん、ツーピーガイ、西くんがね、アップガテラに対戦をしています。終わり次第でもう始めていきたいと思います。はいはい、はいね、昨日ね、はい、昨日大阪府見て2人で行ってきました。西くんです。どうもこんにちは。はい、これ上位2名が、上位2名が、こちらは上位2名までがリーグ、決勝リーグに上がれます。上位2名が決勝リーグに上がれるんだね。要はまあ2回勝ったら1位通過確定です。はいはい、はい、でこれはそうあれでポイントで決めます。引き分けは対戦コスケ、これさ引き分けの場合はさポイントにするこれか対戦にする。はい、じゃあこちらでのびさん出ますよ。同じ勝ち負けが一緒の人たちは本数でね決めていくと思うんで得失点差になります。だからね3対1とか3対0で勝つことが重要ですね。お願いします。のびさん俺も出ますよ。いや、にゃそがまず1本。高山くん、テッサから出し切る、かくはんはいられず、中間距離、さあどうする、お見合いが続く、かくはんしっかり決めていく、ライトがかくはんしっかり決めて、チェンジを借りたいがうまくガクスを入れていく、入管ガクスンから、うまくしゃがんで、レジ状態を生かせない。中段から崩していく、うまくチェンジをしたいがフォローがうまい。下段から下段、ユウの硬い鉄拳が続く。さあ中段ホーミングからキャンセルを使ってコンボはユウさんコンボ、置き攻め重視で当て身をうまく切り返す。さあ壁コーン決めてうまくチェンジをしたいがどうなる、まだ体力はイーブン、各班が入れられない。ジャブから固めていくが反対筐体はモグタンの勝ち上がりで、はい、じゃあ西君ちょっとここら辺で喋ってコメント。じゃあ俺が次いきます。俺対モグタンかな。はい、じゃあ俺対バント今見てるんですね。昨日お疲れ様でした。ノビが今から試合ですね。
関西マナさん来てるんですね。おーすげえ。ユウさんが 3-1 で勝利です。決勝も今日ですよ。ノビがモグタンに今1本取られました。試合流せんのかな。今からもう一個始めていきたいと思います。今ノビも試合してますね。ユウさんとノビが試合してます。ユウさん2勝で勝ち上がり確定ですね。でユウさんが2勝で勝ち上がり確定しました。あれなんか映像悪くねこれ。画質悪くない？どうした？こんなもんだっけ？
こんなもんでしたっけ、ね、ちょっと映像悪かったから、なんだ、はい、なんか納得いかね。わかりました。いや。さあジャブオディから中段、オキゼメは中段、うわ抜けられない、左パンチで、さあしっかり決めて下段で、下段投げから大会のマードック、深角しっかり決めてコンボ、オキゼメ重視、こちらほぼ体力はイーブンだが、あ、なるほど、鬼殺し、エイドリニアンが冴えている。ちょっと待って、ね、こちらもクラッシュしてしっかり、さあ中段から割れないフレーム、下段で、あーダイレクトは決められない、中段がヒットして、ここはチェンジせずにジャブローから、お互いチェンジが一緒だ、うまく拾ってコンボを決めて、置き攻め重視のここでクソ技、置き攻め重視でここから中段、うまくシウンで暴れてくる、たまらずクラッシュして、うまく勝ち合った、膝から置き攻め重視の投げが通ってしまう、ここはクラッシュ、うまくバウンドして置き攻め重視で下段を選択、フルセットジャブローから下段から、白飯が間に合わない、中段で固めて、さあ中段からここでうまくチェンジをして、体力はまだイーブン、オキデム重視の方、下段から緊張感がある、お互い角半が間に合った、壁を壊してバウンド、いろいろあって、おいろいろあって、うまく拾って、まだ一発でわからない体力、どうなる？下段から、鬼殺しは間に合わず、うまくチェンジしたいが、ジャブローから、まだわからない、ここでクラッシュを使って、あれ、西君試合まだちょっと来て、東京さあ 1P 側が春輔、 2P 側が竹、2P 側、はい、1P 側が竹、2P 側が春輔、いつもこれは渋谷で対戦してるカードですね。どう、大阪楽しかった、はい、大阪楽しかったですか。普段ね、多分見たことないプレイヤーだと思うんで、ね、はい、ぜひ見てってください。西君対太蔵とかいう激アツな試合やってて、あ、最後ビビった勝ってた。さあステージは壁なし、3立てで勝ってた。ミンチからなんか5敗したら罰ゲームとか下段で入って、この時点で4敗手だ、最後の最後でうまく削っていく、オキデメ重視の中段を合わせて深角重視で、お互い体力はまだイーブン、チェンジを借りたいが先にチェンジ、ノビはね実況しつつその声がこっちに入ってるから、生ローから右アッパーがカウンター、オキデメ重視でうまく横移動でかわしていくが、
道をうまくしゃがんで置き攻め、まだわからないがここでジャンボをすかしてしまう。投げが通って残り体力は2割、ここはクラッシュを選択。まだわからない体力差、ストコーンが決まって竹が先に1本。ジャブローカー細かく削っていく。ブライアンの挑発をさ、はい、あやべえこれもうバックダッシュでも何もできないと思って固まっちゃった時さ、ちょっとアッパーからうまくボブに変わって、正直相手のミスが待ってます。ってことは勝ってる、うまい風神経を当てる。あれってさ、ここでダッカーサルトを使って体力残り3割、しゃがんだ方がいいのか、もしくはワンチャンストコンとかミスをために固めていきたいが、方がいいのか、はいはいはい、ここでブライアンが登場する。そうなんだよな、うまくスカガを決めて、下段を選択、うまくチェンジで変わりたいところ、すげえ挑発しきった。さあしっかり決めて、まだわからない、果敢が決められず中段で固めるが、ミンチでアルスケが一本取り返す。そんな狙ってる人いないですから、こっちの体力がさ、ストコンで十分な時だったら去った方がいいけど、はいはい、結構余ってる時とか、ジェッパーで持っていきたい場合はしゃがんだ方がいいかな。次 C ブロック、ラティン VS、あ、いや今そこをやったんだよ、ラティン VS つぶみ、ラティン VS つぶみをやってきます。しかしリリーメインで使ってるのもだいぶ少ないよね。本田使ってんのもう今リリクマって、今リリクマ、はい、コンボやばそう、なんかもうよくわかんないけどぐちゃぐちゃのコンボしちゃう、ちょっと画面に残って慣れちゃう。うまくチェンジを勝って、はい、伸びの声ちょっと下げました。まだわからない、しゃがんだら膝ラッカーござる。そうだね、それは困る。だから壁際とかはしゃがむ選択肢はないね、膝かストコンだから。うまく横移動でかわして、竹が先にリーチをかける。ゆとりモンスターの今日はパーカーについてちょっとみんなで、結構いかつい感じのパターンを返して、もう白ギャンじゃん。ここはまだ死なない白ギャンだよ。チーマーみたいだよ。これラティン君ですよ。まずクラッシュを使う。いかついな。デスティネーションって書いてある。デスティネーション、リボン、再生。避けて。かかはんしっかり。ザ・トゥルース。どこで買ってきたんですか。あれは多分あれだね。島村だね。キッカー本をしっかり決めていく。島村あんな言い方いいのって。島村ある。分からない体力差。小学生から中学生に上がった。十二歳とか。ピンチで手が大鉄拳。路上ファイターとか。全モール。全モール。全モールにもありそう。お互いフルセットまでもつれ込む。今のはラティンです。今はラティン。さあミンチからこのまま倒し切りたいが、スガモでやってますよ。ここ逃げ切れる。ちょうどね、ハルスケとタケの試合が長すぎて、もう隣がね2試合消化しようとしてるんだ。やっぱかな。ここで下段から、まあはい、テクイエもガードして手抜けからうまいチェンジ。レイジにはならないが、ここで暴れがヒット。うわー竹の勝利。2on 2じゃないです、個人戦です。
結構追い詰められてます。つぶみくん結構強いんだ。次はクオリティ VS うまい。タケ。クオリティ VS タケです。じゃんけんしてください。俺のと俺は西くんです。今回大阪組手の方にのびと番長と一緒に行った西くんです。大阪で何か食べた特有のもの。串カツ食べてきた。串カツ、はい、あとうどん持ってきたんですけど、うどん大阪のうどん味が薄いんですよ。ああそう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 、でなんか大阪の人は東京の食えない、濃すぎちゃう、はい、何が一番うまかった？串カツ、はい、二度漬け禁止だ。そうそりゃそうだ、衛生面が悪いじゃない。まあまあまあ、確かに、はい、西くんのいつものテーラードジャケットはあのあディオールオームの40万のやつですか。いや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 、あれは今日は着てきてないわ。そんないかしいの着てきてます。画面変わった瞬間にひどいプレーが見たぞ。はい、皆さん大好きゆとりモンスターです。ジャンプキチャックからの追い突き、なるほど。わかんないね、これは。かかん入って、体力は若干つぶみ、有利。遠距離かかん、しっかり。あと14入れられない。おぉ危ない危ない。ああ。しなかった、えらい。うわぁ。うまいうまいうまい。終わった。おぉ。わからない、まだ。おぉ。わかんない。わかんない、わかんない。ほらクラッシュ使うだろう。うわー終わった。まあまあまあ。二人勝ち上がれますね。そうそうそう。そうよそうよ。ラテンが呆然としている。ラテンが台を眺めている。淡々と次の試合に。なし、じゃあ次ヒノピー VS フード脱いだ。うわあの重さ25キロのフード脱いだ。重り入れてますね。やばいね。ピッコロが服を脱ぐように、悟空がリストバンドを外すようにダーティンがフードを外した。ヒノピー VS ラティン、ヒノピー VS ラティン。ヒーチュージュ頼りにしてるぞ。右の黒パーカーはですね、今着々と名が売れてきている西くんでございます。元鉄拳王でございます。このままじゃクオリティとハルスケでジャンケンしてもらって、ワンピニックぐらい前に消えられました。髪が映ってる要素ないんだけど。どこを髪だと思われてんだろうこれ。そうだね、今日大阪いた帰りだね。今日の新幹線で帰ってきたんだ。そう、新幹線で。行きは？行きは飛行機だった。飛行機。どっちが良かった？でも全部ひっくるめて、全部ひっくるめて。どうなんだよ、新幹線なんだよ。どうしたんだ？やっぱ飛行機ってもうめんどくさいじゃん。搭乗時間とか。待たないで。なんか荷物だもん。で新幹線はもう10分前に行けばいいじゃん。で、新幹線で関西空港まで行っちゃうと1時間とかで着いちゃうじゃん。だからもうゆっくりしてる暇ないじゃん。眠りが深くなる頃に着いちゃうじゃん。離陸と着陸の合計10分ぐらいを含めたらまったりしてる時間すげえ少ないじゃん。そう、俺の上は飛行機の中で爆睡だったんですけど。ああそう、朝早いもんね。帰りは駅弁食べた。あ、飯食ってからすぐ新幹線乗ったのか。そうですね、新大阪で飯食って、あのそこで新幹線乗ってください。大阪のプレイヤー強かったんですよ。強いよ。落とされちゃう。マコリュー三島
あんま関東三島いなくて。そういえばそうだね。デクさんぐらいですか、うん、俺のだよ有名店だよ、何勝手に取ってんってんだよ。そこからして探そう。何の言うえよ。これやべえな。この間から思ってたんですけどね、日野さん結構負けず嫌いでいいんですよ、あの性格は。すごい悔しがってるからね。なるほどね。はい、お待たせしました。ちょっとごめんなさい。さあ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 。入管学寸が入って、ペンって入管学寸で壁強を取っても、バウンド行くの結構安定しないんですよね。唯一安定するのがダイレクトアサルトと一両 P の高画楽集一発止め。次が旋風連水も右脚総周波も結構スカっちゃうんですよね。ちょっとあそこ残念なとこだなと思いますよ。入管学寸の固直あと3フレーム短くしてくれてよかったと思うんだけど。大阪の予選やってますよ。そう、右脚がね、微妙に間に合わない時があるんで、軸とかで。さあさあさあ、今ラストのブロック E ブロック、 E ブロックの2試合目ですね。しかしこの液晶グレアってこういうとこ向いてねえな。
さあ中断ね。中断のジュースの展開が早い。体を決めて下が番から終わらない連携、それで押していくがうまく対応してくる。しっかり立ってタウがカウンターになってしまう。K.O. ラウンド2ファイト。まっ、あ、止めていくが、投げが止まってしまって、ジャブ重視で強行選択、チェンジにしっかりの距離が1年目の投げ選択。具合が悪い。だから長く強気に行く。が今聞こえてますかね。お互いわけがわからないことになってる。だから固めて、ここはすぐにクラッシュを使う。だからしっかり決めてタッグアサルトで体力は6割、おきなめ重視で、さあしかし勝利を選択。こちらも体力です。すいません、すいません、危ないところ間に合わず早めに変わって、じゃ今の試合西対するは、シャナですね。投げは通らないが大会が強いシャナ、上位入選がすごい多い。初3番打楽を通してくるが、いいマセツ暴れ、マセツで前に出る。ファイト。さあラース対ラースの同キャラ戦は何を思ってやってるんでしょうかね。同キャラ戦っていうのは基本的に昔からやりたいことをやった方がビビらずにやりた方が勝つって決まってるんで、どうなんだろう。開幕ならかフライングヒーローを当てて、ラース使ってる人もめちゃくちゃ多いからみんな同キャラ系戦あれなんだよね、経験したことあるでしょ。ラスタイラースから下段はしっかり下がっている。キャラサダヨなんて言っちゃったりしてね。さあ今度は前にしっかり決めて、両方からこうなると細かくいって、壁に追い込むが、ここで封じ剣をもらってしまう。最終的に壁強でコンボ行きたいところなんだけど、ラースが登場、あえて嫌がる封じ剣が、まだ分からないな、これは死なない、クラッシュを使うね。マイダッシュから水面はもうファジーを無視して、相手ファジーする相手に対してマイダッシュから水面とかあるでしょ。トリガーで強気に選択。さあコンボが微妙に安定しない。さあ1回トリガーを潰されたんだけど、潰した側としては1回潰したから、うん、来ないと思って蹴ったから一気にリズムを作って下段にしたわけですけど、あえてそれすらも読んでもう1回トリガー、ここで消えるかヒットして、どうなる。さあレンジはまだ相手100クラッシュを使って、さあキックも今危なかったね。壁際だから相手はやっぱり横移動が多くなるところなんですよ。かつ西君は横移動封殺の支援や樋口カッターを相手壁際の時に振ってなかったから、フラッシュキックが横で受けられる可能性はすごい高いんですね。特に壁際だからあいつも横移動したいでしょ。でも重視で最初は間に合わない。奈落から下段を選択したが、どうなる、まだ分からないぞ。ケイカオベタベタにされた、ベタベタにされた。背面状態で壁行った時は、低いですか。いや三島は苦手ですよ。苦手、はい、たまたまです。まあたまたまですね。ジェイ
マティン実況して実況。実況ですか、はい、いいですよ。よろしくお願いします。俺が実況とか発狂しちゃいますけど大丈夫ですか皆さん。実況と発狂かけてきたね。いい踏んできた。モグタンなんだ、モグタンは修羅ですね。あ、実況もう一人いた。あ、部長。なんか実況はロビさんがしてくれそうなので、はい、そっちにしましょう。ステージはデビルステージ放送中しよう。まあソロは不利じゃないですね。あ、俺は明るいですよ。スルネイロなんですけど、サガバが2択で飛ばしてしまうが、ここで昇龍青森プレッシャーなが落ち着いて1本開幕戦する。いや俺は青森行ってないですよ。見えず、食べてないですよ。下段を選択。何ですかね。選択で。食べてないですよ。マムシは食べましたよ、みんな。しっかり手法です。浮かしてくる。マムシ誰から差し入れ。縦まで運んで。食べてですね。あ、そうなの。はい。今後はミスってしまうわ、ここで2択。ヘリヌレン。あ、ソロはね。ソロとおらず。ダメージが高いからね。こちらもう一度投げてくる。大きな目重視ね、計算から。まあ、マムシ食べた後はもう、あれ地獄ですよね。地獄なの。この投げは見えない。じゃあ、危険で暴れて、パウンドから投げまで決まって、レイジ状態のジェイシー。ソロはそうですね、多分つまんないからあれなんじゃないですかね。タイミングが早い。少ないんじゃないですか。だから天穂はしっかり確定を決めてくる。1本選手、そうですね、サナが2本選手してますね。サナが先にリーチをかける。まあでもこのゲームぶっちゃけ技を通してくるが、フリとかない気がするんですけどね。ソロとかだとダメージも高いし、そうタックラしないし交代とかしないんで、まあ、チェンジ狩りもされないからいいと思いますよ。いや結構変わりますよ、クラッシュ狩りとか。いや水準意識は結局いかなかった。わからない体力さ。ここでサナの勝利。サナ1名決まりました。ついにニャソやるか。これ延長どうなってんだ。延長そのレイジ怖い。次はエイドリニャンと対ノビさんですね。これ実況してよ。あ、これ実況ですか。あ、いいですよ。いやいや、確かに。Get ready for the next bat。 ユウさん実況しましょうよ。ここはじゃあユウさんの実況を聞きましょう。聞きましょう。さあ、これはですね、ノビさんの鉄拳塾の生徒ですね、エイドリニャン。これはノビがエイドリニャンに鉄拳を教えてます。その、会員もあってですね、平均ラインが上がったという報告が入っております。まあ要するにあれですよね、これは要するにあれ押し置きってやつですよね、弟子に。まあそうですね、ノビさんに教えてもらったら平均ラインが伸びましたって、黒い目線が入ってジャンプの手拍子とかにね、ありそうです。そうですね、今そうですね、適当にいたら、ね、まあそうですすいません。いやー見事にいじめてますね。いやー弟子をいじめるなんてのびさんもひどいもんですね。なんですか。いやーお仕置きですよ、お仕置きタイム、お仕置きタイム、ひどい。ゆうさん今年22歳。ゆうさん今年22歳ですよ。そうですよいや、ユウさん若いですよ。何さあ、投げをかけて、お前の手術は知れているが、これを乗り越えることができるか、弟子。はい。あ、ねえ、ユウさん18歳ですか。いやー、年を教えられないですよ、きっと。ノビの叫び声があって。さあ、投げが通って、すごく下段を打っていく。ロシアフックが使って1本取れるか。青はいないですよ。さあ一種を潜ることができたエイドリニャン。
さあ開幕負けず、お前の手打ちを知れていると言ったちょっとシューンの一発のみヒットには反応が遅れてしまった。ありますね。さあ得意の登場シーンでコンボを決めたら約半分モルグをヒットして、いやデックスは出てないですよ。さあチェンジをしそうだがしない、エイドリニアの我慢チェンジ、これは師匠からの教えでしょう。さあ木村体力死んだよ。さあここで流れが変わる、右アッパーレイジを存分に活かして置き攻め重視が裏目に出る。さあプレッシャーをかけてチェンジ狩りを岩戸、これはリーにかなっている。ちょ今僕感動しました。ラティさんいない、ラティがいない。さあエルボーコロナはカウンターヒットで、マッチポイントは伸び、これ10連。なぜさあしつこく下段を打っている、まさかエイドリナンは僕たちプレイヤーか。すみません、いや戻ってきました、すみません。おっとここでちょっと今開発したかったようなネタが、まあ、狙ってませんね。ノビさん順番的に付き合いましょうよ。さあまだまだお前は授業を受けに来いと言わんばかりの、え最後らしいよ。さあ続きましては新宿勢の竹対する、春助ですね。菅野の常連の春助、これは段位が非常に高い戦いです。さあ先ほどの予選を見た感じでは、私の感じではちょっとお互いの手の内が知れている身内戦のような読み合いがあったので、それ身内戦の読み合い、お互いの、癖が分かっているというのを上で皆さん観戦していただければ、あこれ身内読みだなっていうのが楽しいかと思います。先生勝ちましたね。いやまあそこで負けたらもう授業来ないから。いやいや本当だよ、てかあいつ出禁にするとこだった。先制権力。さあビーチ2発目がヒットで、しっかり勝手打撃で約4割。さあ微妙なフレームをうまく使って攻め立てていった、体力はほぼ五分でしょう。さあブライアン対リリー、相性はちょっと僕分かんないんですけど、ブライアンの攻撃がリリーにサクサク受けられそうなイメージはありますが、ここでリターン重視の追いづきがヒットで1本選手は春助。あそうそう、桃松さん俺無敗なんでお願いします。ごちそうさまです。通って負けだって、俺もう勝ったぞ。空中ヒット確認からタッカーサルトをしっかり仕込んで、赤が半分残っている、体力が5割残っている。さあチェンジしそうだが、この技確定反撃をもらってもダウンを奪われないのでチェンジがしにくい。さあここでもまた身内読みっぽいハーフステップからの追いつきがヒット。これでもマイク小さいな、はい、あごめん読んでますよ。声聞こえます？俺の声入ってますよね。いや多分俺の声が小さいなと思うこれ。ああお前声でかすぎじゃない？お前の時何も文句言われなかったんだけど、俺がマイク持った瞬間小さい小さい言われるんだ、はい、さあ確定反撃を安く済ませて、さあしっかりと中上の連携をしゃがんで浮かす。レイジが生きているが、ありがとうございます。いやいやね、楽しかったです。またぜひ来てくださいね。さあ一発目からよかったです。ここでノビさんはデフォでジャイアンガトリングなんちゃらがヒットで1対1。さあ無限ステージ防御力の強さが出る、ね、無事一応ね上がれたんでよかったですよ。さあタケファジーを使いながら削りにいってます。あ、ね、まあラストはねユーさん VS ラティンがある、ね、さあヒット確認から出し切る、チョッピングで押してここでカウンターヒット、まだ体力的には決まらないでしょう。さあジャブのスカリに打ってしまった、スウェスマ・マハキック、その代償は大きい。6割強を取られてレイジのリリが勇気ある置き攻めから、うまい、
この2人はね、身内読みが本当にすごいんで、普段、はい、もうそれも言いました、それも、もう言ってます、それも、ごめんなさい、身内読みがひどい、それはもう言ってる、もう言ってるらしいんでね、はい、あとね、ちなみになんですけど、この2人、身内読みが、やめよごめん、志村。さあ、右っぱで空中ヒット、相変わらず細かい両者。さあ、春月は細かく見えつつも、たまにリターン重視の行動を取るから、少し的が絞りづらい。さあ、レイジを空中判定で、まだレイジを生かせる。さあ、ジャブがうさんくさく潜って、レイジを生かして削っていく。左横ファジーが完璧、技が当たらなそうだ。さあ、ホビングがヒットで、風神拳ガード。微妙なフレームでは手を出さないファジーガードに徹する竹。この2人すごい手堅いスタイルなんだけどね。待って待って、カスタマイズ一緒じゃねえ、これどういうこと。本当だ待って待って、兄弟だこれ、ボブ兄弟だ、双子だ。ってことはタケとハルスケも双子。本当。さあ背面取ったからちょっと安い、はい。さあ空中判定でバックフリップを経験、まだ決まらない、時間を見てほしい、残り14秒、ね、おっと全然1分チャンスを逃して、ね、レクイエムから右横パジ、ね、さあ体力を生かして、はい、ここはそう、その通り、その通り、よくやった。今のはね、身内読みで、完璧、身内読みで今下段打ったんだからね。今時間を見て、お気づ、まあ熱波読みですね。今のはでも身内読みなんですよでも、まあ、まさか受け身を取られるとは思ってないし、はい、まさかヒットするとは思ってないというよね。身内読みならではの、はい、では次は、はい、ダメだ、鶴見西くん、え、鶴見 VS 西くんやりましょう。鶴見 VS 西くん、はい、じゃあちょっと実況、これもね、身内読みなんでね、実況変わろう、実況向いてないわ、俺、まあね、今回ね、一緒に大阪行った西くんがね、やっぱその強さを見せてくれるでしょう。いや、言ったけどお前若手なめんなよ、若手なめんなよ、若手は怖えぞ。さあステージは投げが見えづらい無限ステージ、開幕マセツから下段で通してスラッシュキック、あーっとフライが当たってしまう、限定コンボを決めて体力は半分、限定コンボ重視でうまくチェンジをしたいが、水面からレイジ状態のアマキンが出るが、ここは堅実にワンツーから中段で固めていく、右パンが通ってしまうがどうなる、ロードープチェンジ狩りがしっかりしている、ここの反応が早い。さあサルトを使って体力はまだ6割ある、うまくチェンジをしたいが、テスタから下段うまく通して投げを通して、西が強気に一本選手、やっぱ声がでかいって言われるんじゃん。坂井の起源から下段で細かく削っていく、フラヒがまたヒット、このフラヒは当たりやすい、奥で目印で、まあ、実はこのコンボ全然奈落を通す、うまくチェンジャーしたいが、ここで確定をしっかり決めて、うまい、出てきたところにチェンジを入れて、ギリギリだったけど、アサルトを使って相方のフェンが出てくる、まあ、アサルト使うべきじゃない、体力はほぼイーブン。中距離の見合いが続いて、テッサから下段は確定は入れられず、投げは通して受け身を取って、まだわからない体力、ここでレイジ状態のジンパチ、一発がでかいが、いやー、つぶみが一本取り返す、試合的ですね、投げは通らず、各班が間に合わない、中段からペチペチ、ショートアッパーからチェンジはしたいが、ここでチェンジ取りが、ここが段位の違いか、やかつから奥での重視でフェンが登場、下段頭突きから各班をしっかり、これがフェンのきついところ、体力半分で強気に出るが、しっかり短弁を入れ込んでいた、
小浜さん、ラッシュキックで西君が先にリーチをかける。小浜さん、ちょっと待って、いいよいいよいいよ。さあ開幕3連発起源ですね。投げしっかり抜けて、トラバッタタトバタトバタトバ、お見合いが続く。マセツから小浜さん、近づくをしっかり、手堅い立ち回りのつぶみ。来週のレースマン中段から背向けが通らず中段。皆さん、ボバマスの先にゲーセンに行けないさん、硬い展開で下段しっかり決めて、前回オゴラレ君が入って、下から中段で固めるが、鉄拳勢にプレゼントしてくれた人です。下段を通す、おかげさまでゴールド。どうなる体力、ライツからしっかりアサルトを使って、ここでラースが登場。まだわからない体力差、下段をしっかり決めて、4番からスラッシュキック、またフラヒがヒットしてしまう。ここで西君の勝利。よし俺だ、頑張ろう。さあ最後ですね、西君、あ、じゃあ U さん VS ラティン、 U さん VS ラティン、これで最後で決まります。現在決まっているのがシャナ、ノビ、タケ、西君で、最後がユウさんかラティン、どちらかです。まあね、ちょっとこれ最後どっちが勝つかのね、どっちが勝つかね。まあまあまあ、ユウさん勝つんじゃないんですか。ね、もうステージまで選んでね、この2人は本当にガチなんでね。フェンレオ対レオラースです。勝った方が東西戦に行けます。なんでか知らないけどね、ラティンがずっと煽ってんだよ、ユウさんをね、普通になんか知らないけどね、ラティンがユウさんを煽ってるからね、しっかり見せてもらいましょう、煽ってる原因を。さあ今から金系からスタート。下段は果敢しっかり、中段は通さず、テッサからうまく合わせて、ここでアサルトは使わず、赤ゲージをごっそり削っていく。クラッシュをしたいが、ここでラティンが先に一本先取する。さあ果敢しっかり決めて、逆ワンツーから中段を選択、下段頭突きからうまくバウンドできるか。ここでラースが登場、うまくチェンジを勝って補正切って、体力は半分。お見合いが続く中、うまく削っていくが、水面をしゃがんでユウさんが冷静に一本取り返す。開幕はうまく後ろで下がっていく。ここでアサルトを使って壁まで追いやる。入管ガッツ、ラティンの癖を読んでいる。果敢が入らず、全部重視で、ライトから果敢はここは決められず、下段を選択、今のはしゃがんでしまったか、死んでしまうか。ここでユウさんが先にリーチをかける。散々煽ったラティン、お見合いが続く。下段を選択、ホーミングからライトを選択、置き手も重視で、まだわからないが、ここで投げを通してしまう。甘えにうまく右アッパー、コンボはどうなる。ここでひよってるが、ライトから読み切っていた。クラッシュを使うのか、使わず、ライス、まだ甘える。レイジ状態のラースが出てくる。うまく読み切りたいが、いろいろ暴れている。ここでユウさんが、わかんない、まだ何をしてんだこいつら。
優さんの勝利で、決まりましたね。俺たけ。具合が悪い。だから、まず強気に行く。今聞こえてますかね。優さんが。わかんないまだ。何をしてんだこいつら。ユウさんの勝利で、決まりましたね。俺、タケ、ユウ、ニシ君、シャナです。そのメンバーで4月14日東西戦で大阪を迎え撃ちます。皆さんお疲れ様でした。この後はね、放送はどうしようかな、対戦とかするなら流していこうかなって思ってるんですが、もう少々お待ちください。皆さんね、お待たせしてしまった時は申し訳ありませんでした。ではね、これからその優勝者たちで写真撮影があるので、その東大戦に行く人たちはこのパソコン前に集合してください。お願いします。なんか俺すごい上手いこと一回やらなかった、なんかすごい上手いこと一回やった気がするんだよね、あの対戦の中で。覚えてないんだけど、上手いこと言った、一回やった、今の試合の中で。あー、なんかね、違う、俺あのさ、ラースの追い付きって13だよね。13、え、12でしょ。13でしょ。いや、12ですね。12か。12です。俺さ、あれそこまで読んでガクスンまで終わりだったんだけど、はい、あれ両パン返すのはどうなの。両パンね、何フレ出んの。どれどれ、両パン返す、どれに両パン返す。あの下段ガードさせた後、両パンはもう無理か、強制ガード。下段ガードさせた後、ペンの両パンってあれ、あ、当て身じゃないのか、これ。そうそう、両パンじゃ、あのパンチ当て身の、うん、何の方、何の後に、あの RKLK の後、RKRK の後だ、前 RKRK の後。ああ、だってあれしゃがみだもん、こっち。あ、そうだよね。あ、でも立ち途中これが出るから、そうそうそう、取れる。あ、はい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 、いいじゃん、どっちにしろね。足無双か、学生まで行って、じゃあ写真撮影しましょう。優勝者前来てください。めちゃくちゃ強そう。お強いよ。お疲れ様でした。以上でね、東西戦の予選本戦は終了します。4月14日に、大阪勢が来るので、ぜひその時も皆さんご視聴お願いします。お疲れ様でした。はい、一応団員戦見せていきます。番長に報告はしたいんだけどさ、ヘッドセットが使えねえんだよな。班長分かってるんだ。班長ありがとう。スカイプダメだった。ヘッドセットが悪いのかな。
モバマスさん、モバマスさん、どうすればいいんだよ。あと15分でやめようと思ったのに。何やってほしいですか。なんか僕の知識でよければ皆さんに差し上げますんで。何、モバスさんがどんどん広告入れてくる。いやもう線どころじゃないよ。フェンのネタですか。相当ありすぎてどれから話していいのか分かんないけど、マジで。背面三面はですね、とりあえず背面からこういう技を出すっていうのは、まあ出る技と出ない技がまずあるんですよ。で、完全同時じゃなきゃダメです。先に振り向きとかが入ってしまうんで、完全同時じゃなきゃダメで、三面みたいな技は簡単に言うと、手向いてる間の技とか背向けに移行する技の硬直中に一方向を入力しといて、で硬直が消えた瞬間に完全同時で短辺の成立させるもう一方向プラス LP を押すとできます。次の機会に使ってください。関西勢に負けろそうだ、5番マッチさんは関西勢なんですよね。ラス対策に続き他のキャラ対策してほしいです。ラス対策まだ全然終わってないんですけど、あれで僕20、30%、まあ結構あるか、30、40%だね。ハオトやってみたいですか。いや別にやってみたくないです。なぜならフェン対決は誰にも勝ったことないからです。もう本当僕有名な話なんですけど、鉄拳覇王なんか鉄拳こう黒だったっけな昔で、ゲストで茨城の桜巻アミューズパークの方に行ってですね、僕の対戦相手が、7段のペンだったんですけど、僕鉄拳覇王だから鉄拳黒だったから忘れましたけど、負けましたね。はい、もう大会にもちょくちょく負けます。あの対策聞いてラース相手にしたらすごく楽になりました。本当ですか。右横ちょっと意識するとちょっといいよみたいな感じ。西君とはね、基本 2P 座った方が勝ちます。さっきまで現地にいました。マジですか。上がりましたね。ラウンド1ファイト。ペン対決するときに対応しようって考えてると、結果的に後手後手に回っちゃってやりたいことやるときに負けちゃうから、もう好きなことやれば。あっ、お、西君やるの、慣れてやる。さあこれ面白いだ、俺マジでこの第2戦は見たかった。